はい、それでは1月今日15日ですか、光の輪の大阪教室からの講話お話をお届けしたいと思います。本日はこのセミナーの特別教訓、先日の年末年始セミナーの特別教訓、総合解説心良心と6つの完成と題した特別教訓第5章は、仏教の基本、初期仏教の教えと題しているんですが、これについての話です。その題名通り、初期仏教すなわち仏祖ゴータマシッダッタ、釈尊釈迦牟尼と言われている仏教の開祖、その直接の解説ということで、すべての仏教哲学の基礎をなすものとして考えていただければと思います。実際この教本は心無量心と6つの完成ということで、釈迦の最初の教えに基づいて説かれた後世の大乗仏教の教えの解説がある意味では中心なんですが、その理解のためにも、そのまずその土台として初期仏教の教えの理解、これが欠かせないということで、この教本の第1章から第4章までを大乗仏教の教えの解説に割いたので、その補充として第5章に初期仏教の教えを記載しました。で、今日はその最後の章の初期仏教の教えのところから始めてみたいということですね。それをまずご了解ください。それでは読み上げながら、お話し進めていきますが、中継ご覧の皆さんで、テキストをお持ちない方も、ゆっくりと説明しますので、その点、ご理解いただければと思います。1、はじめに、ここでは仏教の基本として釈迦牟尼が説いた主な教えを解説する。具体的には中道、四諦、八正道、十二縁起、四念処、五蘊無我、戒定慧の三学、四観などである。言葉が難しいんで、一つずつ解説していきます。二つ目ですね、中道、中の道と書いて中道ですね。釈迦牟尼は長年の厳しい苦行の末、悟りを得ることができないとして苦行を捨て、断食もやめて中道に基づく修行に励んで悟り、目覚めた人ブッダになったという。その後釈迦牟尼は六夜音において五人の比丘、出家者に初めての説法を行ったが、初天亡林、四諦八正道よりも先にこの中道を以下のように説いたという。ブッダになった、悟ったと自覚した釈迦牟尼は、六夜音という場所ですね、六って鹿って書くんですけどね、鹿の野の場所だったんでしょうね。五人の比丘、比丘っていうのはこれは出家者のことですね。実はこの人たちは釈迦牟尼の王子時代の家来で、釈迦牟尼の修行を見守っていたんですが、釈迦が苦行を断念して、ああ挫折したんだってことでがっくりしてたわけですが、その後悟った釈迦が堂々とした威風で近づいてきたので、それに引きつけられ、で始まった初めての説法、これが初天亡林、初めての法輪の展開ということなんですね。仏教では法輪、法の輪、法の輪っかというのをですね、説法のことを、説法、ブッダやブッダの教えのことだと、象徴します。で、そこで説かれた非常に有名な教えが四諦八正道で、4つの諦めと書いて四諦、そして8つの正しい道と書いて八正道なんですが、この四諦八正道という最も有名な教えの前に中道の教えを説いたということですね。で、どういう教えが中道か。ビクたちを、出家した者はこの2つの極端に近づいてはならない。第一に、さまざまな対象に向かって愛欲快楽を求めること、これは定列で卑しく世俗的な技であり、尊い道を求める者のすることではない。第二に、自らの肉体的消耗を追い求めること、これは苦しく尊い道を求める真の目的にかなわない。ビクたちを、私はそれら両極端を避けた中道をはっきりと悟った、これは人の目を開き理解を生じさせ、心の静けさ、優れた知恵、正しい悟り、涅槃のために役立つものである、ね。こうしてブッダはなぜか最初に2つの極端の道に行ってはならないと言ったわけですが、なぜブッダがこのように説いたか、その背景の心境は何なのかと。それは当時ですね、今でいうバラモンの教えが主流だったわけですが、そこから離れた新興宗教家が6人いました。六師外道と言います。皆さんが今外道っていうと悪い人っていう意味があると思いますが、その仏教の用語として発祥したこの外道の言葉の最初の意味は、釈迦牟尼以外の6人の他の宗教の人たちって意味で外道と言ったわけです。で、6人の新興宗教の中には釈迦牟尼がある意味ではハマった、
苦行を説く、まあ、教祖がいました。で実は有名なジャイナ教なんですね。で釈迦宗それにハマって苦行主義をやって、この教えは不害アヒンサの教え、他を害さないってことを徹底します。すると最終的に何になります？人は生きてると他の生き物を殺して食べなきゃいけない。だから徐々に断食を深めて自死することが解脱であるって教えなんですね。しかしその非常に苦しい道を求めても本当の悟りが得られそうないと思った釈迦はそれを途中でやめてしまう。しかし苦行、これに、こう挑んでたものからするとそれは釈迦牟尼が辛いからやめたんだ、挫折したんだと見える。そしてかつては王子だった釈迦牟尼が出家した後にそのお父さん王様が心配だ釈迦牟尼がということで、見てこいって言われた5人の家来、これが将来の五比丘になるんですけど、その者たちもああ王子は挫折したダメだってことでがっくりしてた。しかしその後釈迦は、断食をやめてでスジャータの父がゆの供養を受けたって言われて、その後菩提寺のもとで有名な菩提寺のもとでその7日間の瞑想を7回繰り返してついに昇格悟りに至ります。ブッダはそれをその目覚め覚醒、目覚めた人ブッダになったとそういうふうに自覚したんで、それで失望してた5人の元家来将来の五比丘の的にこう歩み寄っていって、で、こうそう釈迦牟尼に失望した5人それはその威風堂々としたそのこう雰囲気に圧倒されて始まった書店法理と言いましたが、そういった事情があるので自分の中道を退けた理由っていうことを、ごめんなさい、苦行を退けた理由として中道の教えっていうものをこう明確にする、そういうことが自然だったんですね。でその中道の教えは前置きとして、その後がついにこう釈迦牟尼の教えの真骨頂だったんです。つまり釈迦牟尼一体何を悟ったのかっていうのをこう何ていうか語り始めます。それが4つの聖なる真理、これを私は悟った、これを簡約の言葉で四正体ないしは四体というわけです。それをこれからご紹介します。三四体ですね。四体とは四正体とも言われ4つの聖なる真理という意味がある。この4つの体とは以下の通りである。まとめて空十滅道と略称される。1苦体、この世は苦であるという真理。2実体、苦の原因に関する真理。3滅体、苦の死滅に関する真理。4道体、苦の死滅の道に関する真理。四体は釈迦牟尼が最初に説いた教えでありブッダの根本教説である。釈迦牟尼がその自分は浄土した悟ったブッダになったと自覚して最初に行った説法で自分は何を悟ったのか、そしてみんなに何を悟ってほしいのか、それを説いた教え、それが4つに表現される真理主体だったんですね。でその目的は何か、これは人間の苦を滅するために説いた教えである。そしてあたかも医者が患者の病気の症状と原因を知りその治療法を与えるようなものだとも言われている。王病予約、死体のその目的は苦を滅することだったと。でその苦の滅し方がですね非常に科学的だったと。すなわちみんなが苦しんでるんだということでどんなことで苦しんでるかの症状をまず分析して、次にその苦しみの原因は何かという原因を分析して、でその後にその治療法を説いたと。これが死体の構造になっているんですね。苦を滅するための実践的方法であって、これを信じてくれ、この神を信じてくれっていうふうに説いたわけじゃないってことですね。で、この教えの要点は、煩悩を滅しない迷いの状態では、この世人生は一切苦であるが、苦の原因は煩悩であり、煩悩を滅すれば苦は滅することができ、その具体的な道、八正道があるというものである。この道を一言で言えば、自己に対する執着、自我執着を一切捨てることで、苦しみを滅すること、悟ることができるというものである。まあ、このような苦の分析をなして苦を滅する道、これを説いた、これを説いたということです。そしてなお煩悩が苦の原因であるという教えは縁起の法とも言われる。特に四縁生縁起という、よって四縁生縁起を言い換えたものが死体の教えということもできる。ブッダの教えは死体だということもあるし、別の表現で縁起の教えがブッダの中核ということもできます。でその時に縁起の法としてもですね、ブッダは煩悩こそが苦しみの原因だっていうのを説いています。縁起の法っていうのは簡単に言うと因果関係の法という意味で、その煩悩こそが苦の原因だと、苦の原因は煩悩なんだということを説いたとですね。
それではこの死体の詳細、これを話します。でこの死体の詳細こそがブッダの悟りのエッセンスということになります。第一の躯体とは煩悩を滅していなければこの世界の一切がよく観察すれば苦であるという現実を指す。煩悩を滅していなければ人生が苦であるというのはブッダの根本的な思想であり、その人生の苦しみを仏教では四苦八苦として、とで最初にお言葉しておきますが、この世は苦であるというのは悟った人仏家の実感を込めた教説なんですね。だからこの死体の最初の躯体というのがですね、理解できればある意味じゃもうブッダだということになる。すなわち躯体っていうのは理解しやすいようで理解しきるのは難しいものだというふうに考えてもいい。躯体というものの理解にはレベルがあるんだということですね。でまず一般的にどういう意味でこの世は苦であると、ないしはこの世界の一切は苦であるとブッダが説いたか、その時によく説かれるのが四苦八苦という教えです。四苦とは根本的な4つの苦しみ、思うがままにならないことであって、1、小、2、老、3、病、4、死、小老病死ですね。老病死は分かりやすいが、仏教では生、小も苦しみと、生まれることも苦しみだって言うんですね。実際、妊娠、出産の過程はいろいろな意味で思い通りにならず、母体と胎児に死を含んだ危険が伴う。ブッダは出家する前に出家の動機になった大きな出来事として、それまで宮内でその快楽喜びに満ちた人生を送ってたんですが、自分の城の周りに4つの門があって、でその門の中に生まれる人、老う人、病む人、死ぬ人、この4つを見たということです。それに衝撃を受けたんですね。自分も老い病み死んでいくんだ、そして生まれる時っていうのも大変なんだ。老病死の苦しみは皆さんお分かりだと思います。しかしよく考えると生まれるってこともいろんな意味で苦しみで、それは現代の社会でも全く変わりません。第一に産みたくても産めない人いるんですね。で不妊治療とか頑張ってるけど、二つ目、その自分が望むような子供を産めない場合があるんですね。ダウン症候群とかいろいろいますよね。でそして今はその生前出生前診断っていうのが出てきたから、出生前診断で障害者だと分かると97% の夫婦がまあ人工妊娠中ですね。そういうことしなくちゃいけないね。そして今度産む時の危険ですね。これは現代ではちょっと帝王切開とか出てきたから、その母親も共に出産の時に死んでしまいましたってことはその可能性としては減ってきましたが、依然として、母体には大変な苦しみで、それで赤ちゃんの方、生まれる方も泣いてるわけですね。大変な苦しみであることは間違いない。ブッダはお誕生日おめでとうございます、妊娠おめでたですっていうその裏側に、実に妊娠し、そして思うような子供を安全無事に産むとしたら非常に多くの困難があるという意味で、その生まれることも苦しみ、これを伴うんだってことを冷徹に客観的に分析して、老病死と合わせて小老病死が苦しみだと、そういうふうに説いたんですね。そうやって一生懸命産んでもその思い通りの子供が生まれるか、ないしはその時出産でこう母体とともに死んでしまう場もあるし、で生まれたと思ったら今度は老い病み死ぬし、これが人間の人生の苦しみの一環であるですね。でもその4つだけじゃなくて、他にまた4つの苦しみがあって、それを合わせて四苦八苦、日常用語で使われる四苦八苦は大変な苦しみのことを言いますが、仏教用語の四苦八苦はここでお断りしておくと、人間全ての人に当てはまる4つないし8つに分類できる苦しみのことを言って、人間のその苦しみの分類法です。これが四苦八苦なんです。4つの苦加えてそれに4つを加えて8つの苦がありますよっていう、人間の経験する主な苦しみを8つに分類して述べたと。ではさらに次の4つの苦を加えてというところに行きたいと思います。さらに次の4つの苦を加えて八苦という、それは五愚不得苦、求めても得られない苦。6愛別離苦、愛する対象と別れること。7恩憎得苦、憎む対象に出会うこと。8五運浄苦、五運に執着することによる苦しみであると。求めても得られない苦しみ、愛する者と別れる苦しみ、憎む対象と出会う苦しみ、そして五運に執着することによる苦しみ。最初の3つはなんとなく分かりますね。この世はいいなと思っても、地位やお金や名誉、これは嬉しいなと思っても、それを求めても得られない時の苦、そして得たもので執着してしまってそれを失う時の苦、そしてそうやって求めてるとですね、みんなと競争を奪い合いになって敵対者が出てきて憎む対象と出会わなきゃいけないっていう苦っていうのが、
じゃあ最後の五運浄苦って一体なのか。これは仏教的な高度な見解で、五運というのは人を構成する5つの要素、集まりのことで、具体的には色、受、想、行、識であり、その意味は身体、感受作用、表象作用、意思作用、識別作用であると。なお広い意味では世界全体を構成する物質と精神的な要素を意味する。人も心身というその物質と精神からできてて、で世界も同じようにできてて、まあ、生き物とそれからあの非生物とでできていると。五運というのは結局人全体またはこの世界全体のことを言う言葉なんですね。物質と生物あの非物質に分けていますが、だから結局五運浄苦というのはこの世界というのは囚われたら一切苦しみなんだということを言っているということなんですね。一切は囚われると苦しみなんだということを言っているのが五運浄苦という意味になります。日常用語の宿泊苦は非常に大きな苦しみ苦闘を意味するが、仏教用語としては人間人生の主な苦しみを分類して述べたものである。なお光の輪ではこの5から7までを5求めても得られない苦、6得て執着したものを失う苦、7奪い合いによる敵対者の苦と表現している。すなわち樽を知らず求め続ける結果として生じる3つの苦しみのパターンである、ね。ここまでがですね、大体苦体の説明です。ただ皆さんにも先ほどお話しましたように、苦体、これを完全に理解したらもう皆さんブッダなんです。苦体の理解にはすごくたくさんのレベルがあるんですね。だからそれについてちょっとお話したいと思います。普通皆さん苦体って聞くとですね、それはこの世は苦であるとか一切は苦であるというふうに、説明されますから、普通の方、現代に生きている普通の方、ブッダっていうのはニヒリストだなと、否定的すぎると、ダメだっていうふうになっちゃう場合もある。しかしブッダの真意はそこにはないんですね。やっぱり悟った方、ブッダ、これには相応のその尊敬の念を持ってものを見て、ブッダはなぜこのように断言したのかということを考えなければならないと私は思う。でまずブッダはですね、どういう意味でこれを言ったのか。第一の意味合いというか初期的な意味合いとしては、宿泊苦、この教えをよく考えるとですね、結局この世っていうのは喜びがあるようで、その喜びの裏側に常に苦しみがまとわりついて、全ての喜びは結果として苦に帰結するっていうことがあるんですね。そういった意味で一切は苦である、そういうように言えるんじゃないかと思います。例えばその生まれることは喜びだとして、で生まれる時は大変にしても無事生まれたとして、でも老いやみ死ぬっていう終末を迎えるじゃないかと、こういうことあんまり考えない人もいるけど、人間生まれてきたらなんで死ななきゃいけないんだろう、神仏なんかないわってことで人生に悩む人も少なからずいますね。生まれて喜びでも老いやみ死んで苦しみ、結局は苦しみに帰結するのがこの生存生命というものではないか。全ての喜びは必ず苦とセットで、苦と楽は表裏で、全ての喜びは苦に帰結するという意味で一切は苦であると解釈したのではないか。これが初期的な理解です。これを理解すると一応ブッダのその弟子としてはですね、まあなんていうか一応合格点と、ただ合格点ではあってもブッダの境地には達成してないわけです。それはどういうことかというと、この2つ目の解釈があります。ブッダが悟ったその状態、これをネハンニルバーナと言っています。これはブッダが悟った状態で、悟った意識状態です。でブッダとしてはこの世界こそ皆さんに至ってもらいたいんで、でこの涅槃こそがですね、本当の楽で、本当に向上的なもので、本当の自分で、本当に清らかなものなんだって考えてですね、それから比較するとこのはやっぱり苦だと、そういうのなんです。だから例えば皆さんがですね、今までずっとなんていうのかな、食パンだけを食べていたと、そしてその時ブッダが現れてですね、ニルバーナという名前の涅槃という名前の素晴らしいケーキ、これをくれたと、そう皆さんそれを食べたと、なんて美味しいんだろうと、そういうふうに思ったと。でその後、ブッダがこれからは毎日このケーキを食べていいよって言って、でもその翌日になったらその約束がボツになって、食パンが前にあって食パンを食べた、なんてまずいんだと思うと、それと同じです。涅槃を経験したブッダにとってはこの世は苦に感じられたんですね。まあそういったところがある。だからこれはですね、悟ってみないと分かんない。悟ってみた人からこの世がどう見えるか、どう感じられるかってことですね。まあこうして苦と楽っていうのは相対的なもんですから、この世界皆さんが経験しているよりもずっと素晴らしい境地があったら、この世界は苦に満ちていると感じるでしょう。まあそういった2つの意味で、2つの意味の1つ目はこの世の喜び、これはあってもそれが全て苦に帰結してしまう、苦と裏表になっているという意味が1つ、2つ目涅槃と比べたら何と言ってもこの世は苦である、
そういうしかないという実感、この2つのレベルでですね、この世は苦である、苦体ということです。で、2つ目のレベルは、これは悟ってないとわからない。こうやってこの死体の教えっていうのはですね、完全に理解するためには悟らなければなりません。よって死体を理解することイコール悟りで、仏教の教え、この後ご紹介する八正道という仏道修行では、死体を理解することがもう目的なんです。死体を理解したらこれで悟ったってことなんですね。では死体の2つ目の意味、死体の2つ目の教えですね、実体、これはどういう教えか。集める体と書いて実体です。第二の実体または苦渋体とは、苦の原因に関する真理という意味で、苦の原因は煩悩であるという教えで、この十の言語には起源、原因、消臭という意味があり、苦の原因ないしは苦を招き集めるものは煩悩であるという意味となる。第二の実体ですね、集める体と書いて、その意味は苦の原因は煩悩である、苦の原因は煩悩であるという、意味ですね。それだったら原因の因を取ってね、因体とかね、また原因体と訳せばいいのに、なんで実体って訳したのかっていうと、今説明した通りです。その言語がその原因という意味とか招き集めるっていう意味があったんですね。で、そして煩悩とは根本煩悩である頓忍痴むさぼり怒り無知などであるが、その中でここの死体の文脈では特に割愛、乾いたように欲望を求めてやまない感情のことを意味するという解釈がある。そしてこの苦の原因である煩悩の詳細な成り立ちを示したのが十二縁起という教えであり、後に解説するが、十二縁起の教えの中では割愛は愛と簡略されていると。ちょっと難しいですね、いろいろ。ただ難しいですが、この第二の体、この実体っていうのが、私の解釈ではこの死体の最もインパクトのある教えではないかなと思うんです。普通の人はその例えば自分が苦しいと、例えばあいつが悪いっていう他人のせいにしたり、生まれや才能がないからっていうふうにしたり、ないしはもう自分はダメなんだっていうことで原因もなくもう苦しいって感じになりますね。他人のせい、そして親のせい、そして自分はダメなんだって卑屈。ブッダはそれ全て知り解けたんです。そうじゃない、苦しみの唯一の原因、これはあなたの中の煩悩だと言ったんです、ね、これは非常に強力な教えなのです。非常に画期的な教えだったんです。2500-600年前にブッダが成した非常に独創的な教えで、これが原因だからこいつをやっつければみんな幸福になれるって言ったんですね。先ほど大病予約、ブッダは人の心の苦しみという病気を、その原因を分析して治療法を与える、その医者のようなものであると評価されていると言いましたが、例えば今いろんな病気がありますよね、癌とかその他ですね。その原因をブッダこそが初めて発見して、でその治療を初めて提唱して、それで多くの人をこれを心の病から救った偉大な心の医者だっていうことですね。よってその2500-600年前のその諸天亡林の時に、そのこう大きな希望がですね、人類に刺したということです。ただその教えを最初に聞いたのは5人の元家来のその後の出家者5匹と、あと 5匹の鹿だと言われてですね、監修は5人と5匹しかいなかったということなんですね。で、この煩悩というのは一体何かっていうと、自分の心の中のものなんですね。で、これを詳しく説明するとなるとですね、十二縁起という教え、これを見なくちゃいけません。死体八正道十二縁起4812というシンボルナンバーで、展開されたブッダの諸天法理、この十二縁起、これを見ていかないといけません。ただこの一般的にはですね、この煩悩っていうのはすごく大雑把に言うと、何かをひたすら求める心のあたり、割愛のことを、これを言うんだっていう話です。ただ割愛の元にある根本の煩悩は何かというと、物事がありのままに見えていないこと、無知なんだっていうふうに言うんですね。まあ、煩悩っていうと、あの人煩悩強いよねっていうとあんまり言いませんね。現代ではあの人欲が強すぎるからねって言うんですよね。で、欲が強いって方は悪いっていうイメージなんですけど、仏教では確かに欲望、これも煩悩なんですが、その煩悩の源は実は物がありのままに見えてないから欲が出てきちゃうんだと。簡単に言うと、この世に悪い人はいない、無知な人がいる。無知な人が欲が強くなるんであって、欲が強いのが本質じゃなくて、無知が強いのが本質なんだってところが十二縁起で、このあとしばらくしたら解説しますが、ブッダが説いた煩悩って意味なんです。だからそういった意味でブッダっていうのは人に対して非常に優しいんですね。君たちは人のせいにする必要もないと、自分の才能を親に呪う必要もないと、で卑屈になる必要もないと、君たちは悪い人じゃないと、単に分かってないだけなんだと。
だから物をありものを見る訓練をすれば煩悩が静まり悪い傾向もなくなって悟ることができるというような教えを説いた。それを聞いた5人の菊と5匹の鹿、鹿のは分からないんですけど、そのうちの1人コンダニアって人物は聞いたまんまに悟って、その悟りを見て、あ、もう最初の弟子が悟ったわけですから釈迦が狂気したと、そういう、まあ、話なんですね。まあ、2500、600年前に今世界宗教となる仏教が初めの真理の炎をこう灯火をですね、こう輝き始めさせたこの瞬間、書店坊に六夜王における、まあ、歴史的な説法、それを私今こうやってこう現代の皆さんにその時の歓喜、その5人の歓喜とともに、まあ、6人ですか、再現できるかっていうと難しいんですが、なぜ難しいかっていうと、まあ、それが今の日本の仏教の世界の仏教の現状だね。さて、そういう釈迦の自律的で前向きな生き方、人のせいにする必要もない、才能の問題もない、あなた自身がダメなんじゃない、あなたの努力によって変えられるあなたの中の煩悩、一時的な煩悩だけが原因だと言って、それに基づいて第三の教え、これは滅体、煩悩は滅することができ、苦しみは滅することができるという教えですね。第三の滅体または苦滅体とは苦の死滅に関する真理という意味であり、苦は滅するという教えである。非常に肯定的だったんですよね。苦は滅するんだ、五比丘は思うわけです。苦しみはもうどうしようもないと思ったけど、苦は滅するんだ、歓喜ですね。より具体的には、苦しみの原因は煩悩であるから、煩悩を滅するならば苦しみは滅することができるということである。釈迦のその、様子を見てですね、この人はもう全然違う、非常にこうなんかすごい感じだと。で、その人が苦は滅するって言ったわけですね。それでそうか、じゃあどうやったら滅することができるんだ、第四の体を聞きたいと思った。第四の体が動体または苦滅動体とは、苦を死滅する道に関する真理という意味である。これはまさに仏道修行のことであり、釈迦牟尼の直接の教えでは七加三十七道本といわれる修行体系である。そしてその中の特に八正道という修行が釈迦牟尼の初めての説法書店坊林において死体とともに説かれた、ね、で釈迦はそこでこう八つの正しい道、八正道、これによって人は悟るんだということを、まあ、解き始めたわけです。まあ、こんな感じで、この世は苦だけども、その苦は滅することができて、その教えはこうであるというふうに説いた。これが死体八正道の衝撃だったね。まあ、衝撃の初講話、ブッダ、仏教の始まりであります。さて、その、ブッダの修行体験なんですが、最初八正道という教えを説いたんですが、その後それ以外に、そうですね、6つの修行体系を説いて、全部で7つに大きく分かれる37の修行法、七加三十七道本にまとめられました。ただ七加三十七道本の内容をよく見ると多分に重複があって、簡単に言うと八正道だけしっかりと理解できれば、七加三十七道本はそのエッセンスは全部理解できます。だから今日あまり時間がないので、七加三十七道本の解説に関してはちょっと次回に回し、教本をお持ちの方はこの41ページ、42ページ、43ページをよく読んでおいてください。八正道とダブリがあるので今日は解説しないということにして、今日の解説は43ページの7番、八正道に飛ばしてやらせていただきました。でいろんな教えがある中でですね、八正道が人気になったのはやっぱり正しい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 ってことを言うからですね、みんな正しいものを求めてますからね、これに引きつけられたんじゃないかなって私想像したり、学者の見解とかもあるんですが、とにかく8つの正しい道、あまりにも有名になりました八正道です。八正道は釈迦牟尼が最初の説法において説いたとされる悟り涅槃に至る修行の基本である。具体的には1正見、2正思維、3正悟、3、4、正合、5、正明、6、正精進、7、正念、8、正常である。第一の正見とは正しい見解のことである。その究極は仏道修行で得られるブッダの知恵に他ならない。そして何が正見なのかはいろいろな解釈があるが、基本は死体の真理を正しく知ることである。よって正見とは死体正見とか死体の知とも言われることがある。そしてこの正見はそれ以下の7つの修行によって体得される。死体八正道の第一ですから、この正見というのは非常に有名です。ただこの正見というのは先ほどここに解説されるように死体の真理を正しく知ることですね。だから8つの修行の一番最初の一番基本的な修行が
でもそれができちゃったらブッダの悟りと同じで、ということはこの八正道っていうのは一番最初の修行が一番難しいってことですかっていうと、そう考える人は非常に賢い。そうなんですね。八正道の最初の正見っていうのはいろんなレベルがあって、その正見の完成イコール修行の完成ですから、最初の修行である正見は初めにして最後の修行なんですね。だから正見の、正見には2つあると考えてもいいです。1つ目はですね、修行を始めるための最も基本的な正見、修行を始める際には修行をなぜやらなきゃいけないかっていう正しい見方が必要です。で、2つ目の正見は、そう、ブッダの知恵としての正見、修行が完成した時の正見です。まあ、だから3つに分けましょう。修行に入る時の正見と、修行の途中の正見と、そして修行が完成したブッダの知恵としての正見の3つの段階があるんだっていうふうに覚えておいてください。そういうふうに覚えておかないと、正見って何って聞いて単純に仏教の文献見てもあんまりよくピンとこないんじゃないかと。先ほど躯体の理解にもいろんなレベルがあるよって言ったのと同じで、この正見、八正道の一番最初のこの言葉、正見ですね、この理解にもいろんなレベルがあると考えてます。さて、第二の正思維ですね、とは正しい思維、考えのことである。いろいろな解釈が可能であるが、仏教が説く根本煩悩である、むさぼり、怒り、無知に陥らず、1、むさぼらないこと、2、怒らないこと、3、仏法を信じることを思維することと解釈で、つまり、むさぼらないようにしよう、怒らないようにしよう、そして仏法を信じようという考え方を保つこと、これがまあ正しい思維、正思維なんだとね。ただこの正思維の解釈ね、いろいろあるんです。で、別の解釈を載せときました。他の解釈としては、1、出離、利欲、2、無心、怒りをなくすこと、3、無害、他を害さないことを思維することである。出離、利欲とは、財産や名誉や感覚器官の快楽、五欲など俗世間で渇望されるものから離れることである。そしてこの正しい思維を実践するが次の正語、正合、正妙なのである。このどちらの解釈にしてもあまり変わりませんね。あれやこれやと欲しがらない、むさぼらないこと、それからあれやこれやと怒らない、怒らないことは両方ともこうありますね。だから過剰に求めたり過剰に嫌がったりしないようにする、そういうことを考えること、これが正思維だってことは大体お分かりだと思います。第三の正語とは、これ正語ってのはそのまま訳すとですね、一言で言えば正しい言葉ですね。で、正しい言葉といっても具体的にはどういうことを正しい言葉の基準とするんですかっていうと、妄語、嘘を離れ、季語、無駄話を離れ、妖舌、仲たがいさせる言葉を離れ、悪口、粗暴な言葉を離れること、これをもって正しい言葉、正語の実践だとね。これは言葉における掟、戒律みたいなものですね。第四の正語とは、これは正語ってのはそのまま訳すと正しい行為、正しい行為ということになります。正語や正語、一言で言うと何なのかっていうのは先ほどのね、42ページぐらいかな、それに書いてありますが、正しい行為のこと、正語です。で、それは具体的には何かっていうと、殺生を離れ、盗みを離れ、不適切な性的行為、特に社会道徳に反する性的関係を離れることを言う。まあ、簡単に言うと、殺生しない、盗まない、不倫しないっていうことですね。これはまあ、この現代社会でも、一般に倫理的なこととして説かれているんですね。この2つは正思維されたものの実践である。この2つっていうのは正語と正合ですね。つまり正しい考え方を持って、それに基づいて正しい言葉や正しい行為を行いましょうということですね。こうして正思維、正語、正合は前に述べた自戒の実戒とほぼ同義だと考えることができる。考え方、言葉遣い、そして行為において正しいことをやって悪いことをやりましょうですね。じゃあ第五の正妙、この正妙っていうのは、これを一言で訳すと正しい生活とかね、正しい正業、正業っていうのはなりわいのことですね。職業っていうか生きるためのなりわい、正業、だから正しい生活、生活形態みたいなものです。で、それがどういうふうなものであるべきかっていうと、殺生などに基づく道徳に反する職業や仕事はせず、正当な正業を持って生活を営むこと、正しい生活形態であると。じゃあどういう職業だったら正しい職業なのかっていうのは、これは結構難しいことですね。ただこの仏教の教えの世界の感覚から言うと、人を殺さないだけじゃなくて、生き物をなるべく殺さないような職業とか、それからやっぱりそのいわゆるいかがわしいと言われている範疇のものですね。
もちろんそのなんか詐欺とかそういった経済犯になるようなそういった職業はダメだし、先ほど言ったように接種をやるな、中等をやるな、そして不倫、これをやるなってことだから、まあ、不倫というか淫行っていうんですかね、まあ、そういった感じの分野の職業、これはやめておきましょう、まあ、そういったところがまあ基本的だということです。あとまだ嘘ついてなんかこうしちゃったりするのもダメってことで、そういったまあ犯罪に触れるようなそういった職業、これはやめましょうということです。まあ、価値観でね、どこまでが犯罪か犯罪じゃないか区別つきにくいけど、なるべくそういったとこから離れたところで、まあ、選択するのが称名ということだと思います。第六の少将人とは師将言のことである。先ほども簡潔に解説したが、4つの正しい務めってことですね。4つの正しい務め、これ何なのか。すでに起こった不善を断ずること、未来に起こる可能性のある不善を起こらないようにすること、3すでに生じている善を維持して増やすこと、4未だに生じたり善を未来に生じさせることという4つの努力のことである。まあ、ある意味じゃ当たり前ですね。良いことを増やして悪いことを減らしましょうと、現在と未来の双方に至ってってことですね。はい、それでは第7に行きます。ここら辺から最後の部分でこうレベル上がってくるんですね。第7の少年とは正しい思念、正しい思いを持ち続けることである。ここで皆さんに注目してほしいのは念という言葉です。この念というのはですね、仏教によって非常に重要な概念、なおかつ現代においても非常にこうなんていうか流行した概念になってるんですね。ただ元の念の意味からその次の念の意味、そして今の念の意味とだいぶ変わってきちゃったっていうのが非常に多くの言葉を意味をなすことになりました。元の意味はこの念の元の意味というか元の言葉はパーリ語で言うとサティ、そしてサンスクリットというとスムルティかな、そういうような感じなんです。釈迦の直接はマダガ語で行われたので、そこまで行くとわからないんですけど、サティって言葉で、これは忘れないこと、覚えておくこと、要するに心に留め続けることみたいな意味があるんです。だからここで一言で言えば正しい思念、正しい思いを持ち続けることっていうふうになりますね。で、正しい思念、正しい思いを持ち続けるといってどういうことですかっていうと、そう、ブッダの説いた教え、ダルマの真理、これをずっと思うことってことですね。究極的に言ったらその4つの真理、四正体、これを思うことなんですね。ただブッダの時代でこの少年といったら何の修行をするんですかと言われると、後からご説明しますが、四念所っていう非常に有名な、最も有名で最も中心的な教えがあって、四念所こそが少年の具体的実践だって言われるほどに有名な四念所っていう瞑想があります。そのことだと、まあ、まず理解していただけたらいいかなと思うんです。で、書いてありますが、念の言語はサンスクリット語のスムルティ、パーリ語のサティであり、記憶して忘れないことという意味である。英語で言うとリメンバーって言葉ですね。リメンバーパールハーバーって言うんですね。真珠湾で安倍さんとそれからオバマさんがね、ああいうことになりました。あれ忘れるなっていうのはリメンバーにあたる、ないしはリコレクトっていう言葉があるんですが、それがまあ一応英語の念というものの英語における念のまあ直訳かと思います。しかしその後念仏っていう言葉が出てきたんですね。念仏の念も本来は仏を思念するという意味だったが、後に仏の名を唱える意味になった。念仏といって仏様を思念することが念仏って意味だったんですが、浄土宗、浄土真宗等の、まあ、要するに阿弥陀の念仏ですね。これが日本に広がったので、日本仏教界でこの念仏っていうと阿弥陀様の名前を唱えること、これに意味が変わりました。そして今度現代に至ってはですね、この念というのをサティっていうのを訳したマインドフルネスっていう瞑想が非常に有名になって今来ています。で、この念というのはどういう意味かというと、ここに書いてあるように、また現代に広がった心理療法マインドフルネス瞑想はこの念の英語訳であるが、今この瞬間に善悪是非の判断をせず、意図的に対象に集中すること、対象に注意すること、気づいた状態でいることと定義されている、ね、英語のマインドフルネスっていうのは何々に注意を向けるとか、注意をしている状態だったら何々に気づいている状態っていうような意味があるんですね。だからこの意味での念の役に当てられたということになります。まあ、こういった形で念というのは時代によって全然違った意味になるんですが、その八正道初期仏教の念という意味は、その正しい思念、
正しい思いを持ち続けることで、法をこう思い続けることで、要するに悟りに向かって法を思い続けることで、具体的には思念所だったということなんですね。で、第8の正常とは、言語で正しいサマディ、三昧である。三昧とは心が集中して静まっている状態である。この正常と少年の状態によって正見が得られる、ね、皆さんここまで読んでもあまり意味がわからないかもしれないんですが、まあ、ここでまたキーワード解説ということですね、キーワード解説ですね。最初が躯体、2つ目が正見、3つ目がね、ここで出てくるのが三昧ですね。三昧というのは音訳です。もともとの言葉はサマーディ、サマーディかサマーディか、ちょっと普通サンスクリット語で伸ばすか伸ばさないかというのは、日本語よりも伸ばさないけども、日本語で伸ばさない場合よりも伸ばすっていう中間的なあれなんですね。だからサマーディとかサマーディとか言われるんですが、でサマーディが三昧と訳されるようになって、なんとか三昧とかも言いますよね。だからこの三昧という言葉はですね、集中って意味があるんです。しかも非常に高い集中で、集中&弱性、単なる集中じゃなくてですね、高い集中によって心が静まった状態だというんですね。非常に落ち着いていて非常に集中している状態だから、これは何かをこう理解しようとした時には最高の意識状態なんですね。でこのサマディに入ってこそ、この正見、正しくものを見る知恵、主体の真理を理解する知恵が得られるんだと。このサマディ、集中したそして静まった心の状態ではなければ正見、ブッダの知恵を得ることができない。これがもう仏教のエッセンス中のエッセンスですね。だから一番重要なこの正見です。そのための手段が三昧ということになります。ただ物を正しく見れれば心が静まってくるので、三昧と正見というのはこう循環しているということもできるんです。でじゃあこれをですね、これ一体じゃあ意味を取ってどう訳したかっていうと、ここで情と訳しました。だから正情っていうんですね、正情、こう正しい情、死体発祥道、発祥道の最後が正情で、これは言語で言えば正サマディという意味なんだと。なんで情っていう言葉、これが当てられたのか、意訳として。それは多分集中して非常に心の静まった状態イコール心が深く安定している状態だと。特にこの正常っていうのを例えば訳すと、ダララマ法王などは瞑想による心の安定というふうに訳しますね。瞑想による心の安定、これがサマディであり正常であり、この状態こそ物事をありのままに見る知恵、これを与えるのだということなんですね。これは仏教の非常に大きな、まあ、特徴だと言われています。ではそこで、じゃあこの情と念の関係は何かっていうと、その八正道においてはこの念の修行をすることによって情、これが得られるんだってですね。正常、少年の修行をしたら正常の教え、正常の状態になって、正常の状態になるとぐるっと来て正見が得られると、そういうことになります。では少年、そこで出てきた仏教の瞑想のスーパースター、思念所とは一体どんな瞑想かっていうのが次の8番目、思念所の詳細です。さて少年の具体的な修行としては、先ほども述べたが七加三十指導本の中の思念所の瞑想がある。これは釈迦牟尼時代から悟りに至るための最も重要な感想法であった。具体的には以下の通りである。1、心念所、身体の不浄を感ずる。心とは身体のこと。普通の人は例えば異性などが美しいっていうふうに思うと。しかし釈迦の視点というのは、それはまあ一つの迷いだと。なぜかというと、美しいというその喜びの裏側には、密かにそれに執着すればその後の苦しみが待っているんですね。先ほどの躯体の教えです。一切は苦、ね、一切の喜びは最終的に苦に帰結するというですね。身体に執着してもそれは老いやみ死んでボロボロになっていく。今は美しても将来は醜いのである。それから表面は美しても中は結局そう、解剖すればグロテスクだし、その中から糞尿や汗とかが出てくるではないかと。表面の若い時のことだけを考えると良いかもしれないが、しかし将来追いやみ死ぬ時はどうか、そして中身はどうか、その全体を見たら必ずしも身体というのが正常なものではなく執着に値しない、ね、
まあ、これが心不浄、身体は不浄であるという教えです。ただこの心不浄の教えもですね、まあ、簡単に言うとこの躯体の教えの一部ですから、基本的に非常に深い意味合いがあるわけです。なんで身体が正常なものでないかっていうと、その究極の意味はですね、身体があってそれに執着するから人は自分と他人を区別して自己愛、自我執着っていうものが生じてしまう。身体にとらわれなかったら万物一体の世界になって悟ることができて幸福になれるけど、身体があるからこそ。そしてその身体っていうのは一体何から生まれたんだと、清らかなものから原因として生まれたら違う、父母の淫欲から生まれてるではないか、そういう感じで深く入っていく。これがまあ悟りの世界なんですが、まあ一応あの心不浄といったらどういう瞑想をするのかっていったら、老い闇死んだらだんだんこう醜くなるし、体の中を見たら汚いもの入ってるし、まあそういった瞑想をしなさいっていう感じになります。心不浄、これもレベルはいろいろある。二つ目、受念処、一切の感受作用は苦であると感じる。受とは感受作用のこと。感受作用っていうとちょっと難しい言葉ですね。これは正確な言葉ですけど難しい言葉。普通受っていうのはですね、感覚って訳されるんですね。感覚、要するに感覚と目とか耳のことですかっていうと、目とか耳っていうと感覚器官になっちゃうでしょ。だからそれを間違えられると嫌なので感受作用って訳されることが多いんです。つまり目で見たり耳で聞いたりしたその目とか耳だけではなくて、視覚や聴覚のそのもののことなんですね。そのこう目で見たことで感じてる何かのことをこの感受作用と言います。でそれは苦であると。それを普通考えるとそんなバカなと、また躯体の時と同じじゃないか、なんでブッダはそんなにニヒリズムだと、目とかは耳とかで聞いて私たちはいろんな楽しみを得られるのにって。仏教ではそれは五欲といってですね、5つの感覚、五感による迷いの欲望だっていうわけです。なぜかっていうと、まず2つの視点で考えてみると、見たり聞いたりして不快になって苦しむ場合がたくさんあるよね。そうね、それは確かにそうだ。しかしこう気持ちいいのもあるんだと、気持ちいいのばっかり選べればいいじゃないかっていうけど、ブッダの教えはさらに言って、気持ちいいものがあるんだけどそれは毒饅頭みたいなもんで、その気持ちよさによってそれにとらわれてもっと欲しいと思っても得られない苦、得たものを失う苦、そして奪い合いの苦という、先ほどの四苦八苦のプロセスにはまってしまうんだと。だから最初ってから苦しみのものか、どちらでもないものか、それから喜びであるがゆえにそれを気にして将来苦しみをもたらすものか、結局は全部苦に帰結するものしかないじゃないかって意味で、受は苦なりっていうことなんですね。だからこの感受作用、これは苦しみであるという教えはですね、一切皆苦、この世の一切は苦しみであるという教え、躯体の教えですね、これと深く関係していると言われています。だから感受作用、感覚は苦だよねって言われた時におかしいなって思うってことは、やっぱりブッダから見るとまだ悟ってないと。よくこの世界を考えなさい。それ最後決め手として持ってくるのは、感覚器官を超えた、感覚器官がなくなった絶対境地の涅槃ですね。その時の換気状態に比べると感受作用ってのは苦しみだってのは分かるんだけどなって感じで、それは悟ってみないと我々には実感できないんでしょうね。さて、3つ目です。心念処、心の無常を感じる。心に関しては無常だとブッダは感想しなさいと言いました。心ってのは絶えず変化していくなってですね。でこれはですね、先ほどの教えと連動してるんです。例えば五感やその他でいろんなものを感じて喜びが生じたとするんですが、その後その喜びがずっと続くかっていうと飽きてしまいますよね。で飽きてしまうだけじゃなくて、もっと欲しいってなりますね。でもっと欲しいとなっても際限なく求めてると得られない苦、奪い合いの苦、失う苦とかが出てくる。こうして心は喜んだと思ったらそのままずっと満足せずに飽きてきて、もっと欲しいと思って、その結果苦しみになっていく。こういうふうに皆さん振り回してるではないかって言ってるわけです。ブッダは心は君を振り回す気まぐれな友達であって、君自身と思っちゃいけないんだと、そういうことなんですね。心は無常である。皆さん現代人というのは我思うゆえに我ありっていうデカルトのね、近代的なね考え方で、心こそ自分だと思ってますよね。しかしブッダにとってはダメだ、それがダメなんだと。心っていうのは君自身じゃないんだと、君の当てにならない気まぐれな、いつも気分の変わっている友人だと。もちろんその友人と縁を切ることはできないと。しかしまともに相手しちゃダメだと。
むしろこう心配してやらなきゃいけないんだから、でそういうような感じで心無常っていう教えを説くね。これも現代人にとっては非常に衝撃的な教えですよね。自分だと思ってた心は自分じゃなくて気まぐれな友人のようなものだと。でもよく言われてみるとそうだなと。確かにこの時に喜んでも、例えばお金が今20万円だったのが30万になったと嬉しいと思っても、でこの嬉しさが人生死ぬまでずっと続けばいいんだけど、3日4日経つか1ヶ月後2ヶ月後に経って毎月の給料が20万から30万に上がったのはいいんだけど、その次の月その次の月も30万になってると、30万にだんだん飽きてきて、その後人間は何を求めるかというと40万欲しい50万欲しいって際限のない欲望に入っていく。これはある意味では麻薬と同じですね。麻薬を1回始めるのにすごいと思って、 でもその喜びはずっと続かなくてだんだん虚しくなっていくと。でもう1回得たいと思って2回目3回目にはまっていくと。でも2回目3回目は初体験の時よりもインパクトが薄いんですよね。慣れちゃってきて、そうすると2回目は1回目より3回目は2回目よりもっとたくさん摂取しなくちゃいけない。そうするとどんどん巻き込まれていってしまう、ね、こうして心は喜んでも飽きてしまい、もっと欲しいと思う病気にかかって、でその後だんだん人を苦しめていくんじゃないか、そういう気まぐれな当てにならない自分を欺く存在にはまともに相手してもしょうがないと。心は無常にして、気まぐれな友人のようなもの、こいつは悪友だが切っては切れない縁なので、自分と思わずにちょっと脇に置いとこう。これが心は無常だって教えられるね。はい、では第4番目です。法念処。法念処っていうのはまずここに読みますが、いかなる事物も無我であると感じるんです。無我とは自分のもの、自分の本質ではないということ。ここでの法とは教えのことではなく事物のこと。法っていうのはですね、元はダルマっていうサンクスクリット語です。でそのダルマっていうサンスクリット語は簡訳されると法律の法になるんですね。ただそれには2つの意味があって、教えという意味ともう1つは事物、あらゆる事物のことを言います。だから法といったら全存在のことを言うわけです。でじゃあそのあらゆる事物が無我であると感じるっていうのはどういう意味かっていうと、あらゆる事物は自分ではないし自分のものではないし自分の本質ではないと考えなさいっていうことなんですね。だからこれは先ほどから言ってることです。身体、これは本当の自分じゃありません。感受作用、これも本当の自分ではありません。で特に心、これは本当の自分ではありません。自分のものだと思ってそれに執着するといろんな問題が起こってきちゃうんです。そしてブッダは最終的に、自分の体や感受作用、感覚やそして心だけじゃなくて、自分が自分の外に持ってる全てのものも結局は自分のものじゃないと説きました。なぜか、例えば自分のものにしようと思っても自分のものにならない時もある。で自分のものになったと思っても死ぬ時には手放さないといけない。お金、地位や名誉っていうのも結局死ぬ時には他人のものになってしまうから自分のものとなったとは言えない。それは借り物で返さなきゃいけないもので、それに執着するから、そう、短い人生なのに人と奪い合って苦しまなきゃなんない。だからそれは本当に自分のものじゃないんだ、そういうふうに考えろと。こうして普通の人が自分や自分のものだと思っている身体、感覚、心、そしてあらゆる所有物とされているようなもの、これは一切本当の意味で自分ではない、自分のものではない、自分の本質ではない、これが無我という教えです。無我、そのサンスクリット語はアナートマンと言われますが、ブッダの根本教説中の根本教説、これこそブッダが煩悩執着を取るためにその弟子たちに説いた最も重要な瞑想と言われる。それ自分じゃないんだ、自分のものじゃない、それはお前の縁は切れないが決して信じてはならない気まぐれな友人のようなもんだと思う。心はそういうもんだと、騙されちゃいけないんだと。心に騙されるな、五感の与える毒まんじゅうに騙されるな、そして身体に騙されるな、自分のものだと思っちゃいけない、自分じゃない、そしてそれに騙されちゃいけない、騙されてるから幸福を求めてるのに全然幸福にならないじゃないかみんなっていう感じですね。生まれた身体はあなたの希望に反して追いやみ死んでお前から離れていく。それをお前自分だと思ってたらダメだ。体は不浄にして自分のものじゃない。感受作用、それは毒まんじゅうのようなもので、ようやく口に逃がしは私の教えと。私の教えは耳に触るかもしれないが本当は君の幸福、これになる。しかしそうじゃない欲望の対象っていうのは、見たり聞いたりした時は気持ちよいだろうが、毒まんじゅうのより食ったら体が悪くなると。そういうふうにあなたの感受作用、あなたの感覚っていうのはあなたを欺くものであって、あなたの本当の保護者ではない。
私の教え、ダルマの教えを本当の友とし、感受作用は悪友だと思いなさい。騙されちゃいけません。そして心、これこそ気まぐれな悪友。コロコロ変わって、あなたは心に翻弄されてるんです。心を自分と思っちゃいけません。これが思念所っていう瞑想なんですね。まあそんな感じで ありますが、実はマインドフルネスという認知療法の中にも、うつ病の人が極端に否定的な自分の感情や思考、これを自分のものじゃないんだって思い始めてから、これを脱フュージョンっていうそうですね。脱同一化ですね。それによって病気が治っていくっていうことです。人は要するに自分の思考や感情を自分だと思ってそれに没入してるけど、それを落ち着いて見始めると自分じゃないと感じることができるようになって、そうすると空に現れる雲のようにほっとけば消えるって感じになって、心から下脱する、心から下脱するってことですね。そうすると心に起因する苦しみ、これがなくなる。まあ、こういった教えを少年の具体的な修行、思念所としてブッダは説いたわけです。これも相当のインパクト、これがあったと思います。ブッダが菩提樹の下で7日間の瞑想を7回繰り返して、そこで悟った、まあ、悟りの道程、この中の重要な項目としての思念所、こう自分の体、感覚、心、あらゆる事物をありのままに見たらば、それは不浄であり自分のものではなく無常であり、囚われば苦しみだと悟ったということですね。はい、それでは最後に八正道の全体的な理解ということをまとめておきます。八正道の修行の全体の構造を解説すると、1、まず死体を中心とした正しい見解、ブッダの知恵を学ぶ正見、2、それに反する無知煩悩、自我執着に基づく悪い思考、言動、生活上の習慣を改め、小思慮、小語、小語、小名、小精進、3、無知、自我執着を解消する瞑想を行い、思念、少年、集中した静まった意識を実現し、症状、それにより正見、正知を悟って下脱するということになる。なお、八正道の後に正知、正下脱を置く場合がある。それは正見から正常の実践で正知、ブッダの知恵、悟りを得て、六道輪廻から下脱するという意味である。正知、正下脱なしで理解すれば、八正道は正見、ブッダの知を得るために、正思慮から正常の実践があるという構造だと解釈することができる。ね、まあ、こうして正しい教えを学び始めて、その後日常行動を正しくするんですね。正しい考え、正しい言葉、正しい行動、正しい職業、そして正しい努力をして、その後思念所の瞑想をして、自分に対する過剰な執着を弱めて、で高い集中状態に入ると、そうすると正見が得られますよっていうことなんですね。で、ブッダの教えの何が画期的かっていうと、まあ、中道、これがまあ画期的だったと。で、死体という教えがこれが画期的だったと。そして、最後にはですね、修行形態としてはこのサマディで終わらなかったことがすごい画期的なことだと言われています。ヨガですね、ヒンズーっていうかな、今バラモンって言いますが、釈迦牟尼っていうのは先ほど言ったようにバラモンの教えがですね、バラモンの教えっていうのは正確に言うとベーダ聖典に基づくバラモンという司祭階級が中心となって行ってた宗教的慣習、その慣習が圧倒的な時代にゴータマシッダッタは、まあ要するに釈迦族の王子として生まれました。そしてそこでバラモンの正統教育から離れようとした6人の、先ほど六士下道ですね、信仰宗教の教祖、これを全て退けて、まあ、7番目 その仏教教団の祖として立ったわけですが、まあ、そういった環境の中に行きました。ではしかしその6人の下道の人たちもですね、それからバラモンの伝統の中にもサマディ、そういった瞑想、これはあったんですね。サマディの瞑想はありました。だから釈迦がサマディに入ったといっても、それだけじゃ釈迦はそのこうなんていうか、釈迦のオリジナリティはなかったです。釈迦のオリジナリティは何かっていうと、そのサマディに入った上で、その結果として、物事をありのまま見る状態、悟りの状態、目覚めの状態、覚醒の状態、ブッダの状態に至ったんだってことなんですね。だからサマディじゃなくて、この正見、正しく見る、正しく観察する、これ正見という場合もあるんですが、正観という場合もあります。これこそがですね、ブッダの教えのオリジナルな部分、ブッダが長いヨガの歴史、瞑想修行が盛んなインドの歴史の中に何を新しいものとしてオリジナルとして加えたか、諸天法輪で加えたかっていうと、この正見、この正観っていうのがすごく重要で、正見、正しく見る、正観、正しく観察する状態に至ったからこそ、目覚めた人、ブッダ、
ういうふうに呼んだわけです。でブッダは苦行をしても意識朦朧となって死んでしまうだけで目覚めることはできないと、そういうふうに説いてるんですね。最初の書店法輪の言葉の中に最初皆さんと読み上げた中道の教えの意味がありますね。ビクたちを、私はそれら両極端を避けた中道をはっきりと悟った。これは人の目を開き、つまり知恵が生じるんですね。理解を生じさせ、そう、知恵が生じるんですね。心の静けさ、優れた知恵、正しい悟り、涅槃のために役立つものである。つまりブッダの教えはサマディ、心が静まった状態にとどまらず、それに基づいて物事をありのままに見える知恵の目を開いて、で悟りを与えて、で悟りの別名が涅槃、ニルバーナなんですね。これを与えることなんだっていうふうに言ってました。よってこの正しい見解、正しい観察、覚醒、これこそが仏教が、ブッダがヨガに与えた一大改革だったと、まあ、そういうふうに言うのが、まあブッダの教えをですね忠実に守っているとされるジョーザブ仏教、テーラーバータの人たち、なんかそういうふうに主張します。仏教とかヨガと仏教の違い、これは正見っていうんですね。だからこそ八正道の最初に正見っていうのが来て、で最後に正乗ってくるんですね。まあそういったことにブッダの八正道、これあるわけです。まあ今日はあの第1部として公開ネット中継でお送りさせていただいてますが、初期仏教の教えで2500-600年前、そのバラモンの伝統から離れようとしていた時代、六シゲドをさえも退けて立った世界仏教に発展したその教えの仏祖ゴータマシッダッタ、その最初の説法、書店法輪、死体八正道十二縁起、中道に支えられたその思想、これがいかにその当時には衝撃的であってですね、それで現代にも通じる教えで、しかしその理解をするためにはいろんな段階があって、まあ地道な努力が必要であるかといったようなところを理解していただければと思って、まあ中道から八正道まで、この第1部で解説させていただきます。第2部以降はですね、十二縁起、いよいよ十二縁起ですね、死体八正道十二縁起、そして八正道の教えをまとめ上げた戒定慧の三学、そして最終的に瞑想の基幹となる死と観という教えについての解説ということになります。まあ、いよいよどうしたらその覚醒状態の前の瞑想、これを確保できるのかというところの解説ということになります。それでは第1部はこの辺で終了させていただきたいと思います。質問とともに第2部に移りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは中継見ていただいた方、お疲れ様でした。長らくご視聴ありがとうございました。